餌になるカエルをずっと探している。外国人でございましょうか、ロビンソンという男がガサッガサ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 ッ、あっ日本一大きなハゼがいた、ウナギがそっちへ行ったぞ。残り一人は自由席ということと相なりました。実は僕は次男です。なんてかわいそうな男なんだ。講談師の玉田玉山先生です。よっよっよっ、わかりました。いや素晴らしい。お客様がご好意で作ってくださって、ありがとうございます。早くも玉田玉山講演会の皆様が、ね、ありがとうございます、早くも、いやいやいや、平成2年の2月の8日兵庫県の加古川市におきまして、おんぎゃーおんぎゃーと元気な産声を上げました玉田玉山。両親の愛に育まれまして、すく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 と成長してまいりましたが、中学生の頃おいでございます。さあ部活が終わりまして家へと帰ってくる。そしてご飯を食べまして、家族の団らんがありまして、部屋に戻るともう23時だ。中学生になると部屋にテレビを置いてもよいということになっておりますから、チャンネルをどん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 と変えてまいります。4チャンネル、6チャンネル、8チャンネル、10チャンネル、 NHK。 しかしながらあまり面白いテレビをやっておりません。ここは一つ、普段は見ないが、あのチャンネルにチャンネルを合わせてみようか思いました。玉山が押しましたのがリモコンの3のボタンでございました。当然映るのは3テレビでございます。皆さん、3テレビご存知でしょうか。キャッチフレーズ知ってますか。おっさんテレビですよ。誰が見るんだ。そんなテレビでございますが、そうこのテレビ局に合わせますと、何やら見慣れない番組をやっている。画面の中には原付バイクが2台、これを後ろを走っている車から撮影をしている絵でございます。なかなか見えひんやな。見ておりますと、この絵が永遠と続いていくわけでございます。おかしい、ずっとこのままや。普通やったらバイクに乗っている人の顔をこうワイプで切り抜いて、こう左下の方にグッと置いたりするもんやけれども、そういうなんもない。ただただ同じ映像に字幕が流れるだけか。変な番組やなぁ。思ってふっと画面の右下の方を見てみますと、原付東日本縦断ラリーと書いてございました。原付東日本縦断ラリー、もっと早い方法があるやろ。ラリーというのはできるだけ早く行くということで、そして東日本縦断って微妙なスケールやな。他のテレビはユーラシア大陸とか横断してるのに、東日本縦断ってなんかようわからん煮え切らん企画をやっているテレビやな。まあそろそろ変えるかと思いますと、何やらテレビから聞こえてくるのを聞きますと、バイクで走っている2人は米屋と、そしてだるま屋だというでございます。いや、そんな番組は聞いたことがない。あ、そうか、サンテレビだからな。おそらくスポンサーの方がバイクに乗って出ているタイプのそういう番組だろう。見ておりますとですね、このだるま屋は結構面白いことを言うんでございます。ついには
このなぜこんなことをさせられているのか、もうやめたい、そんな空気のことを申しまして、一緒に走っているお米屋さんに一気を起こさないか。そんなことまで言い出す始末、米屋の方は無口なのか、なぜかそれを無視いたします。しかしこういう旅の番組というのは、普通もうすぐでゴールだとか、もうちょっと急ごうとか、もうちょっと頑張ろうとか、そういったことを言われるはずだけど、この人たちはもう文句ばっかり言っているな。不思議な番組だ、ま、変わった番組もあるということで、とチャンネル変えようとすると、今度は画面上に出てまいりましたのは、ものものしい文字、死へのカウントダウン。死へのカウントダウン、大変な文字が出てきたな。もしかしたらこうハプニング的な映像をたくさん流すようなテレビ番組なんかもしれへんな。これは迫力がある映像が見られるかもしれへんぞ、思いまして、思わずリモコンを変える手が止まった。するとだんだんとこのカウントダウンが進んでまいります。2分、1分、30秒、10秒、5、4、3、2、1、0、ゴー！だるま屋の号令一家だるま屋がバイクのガッ！思いっきりアクセルを回しました。するとガッと、なんとアクセルが空転をいたします。急いでだるま屋がガッとギアを踏み込みますと、その時でございます、原付が今にも荒れ狂う馬のようにパーッと前輪を上げた。そのまま前にありますフェンスにダッと突っ込んでいく。後ろに刺されておりました上杉謙信愛用の毘沙門天の美の文字がひらひらひらっと揺れてまいります。これがもし上杉家の武者ならば、うまいこと原付を乗りこなしたはずでございますが、悲しいかな、乗っているのはただのだるま絵でございます。そのままフェンスに突っ込んだきりでございました。普通だったらこの後ディレクターが出てきて、大丈夫かなどと言うはずでございますが、ディレクターは笑っているばかり。だるま屋が自分でバイクを元へ戻して、また信号を待ち始める。なんじゃこの番組は、意味がわからん。コンプライアンス的にも OK なのか。まあ面白いから来週も見るけど、こう思ったわけでございますが、これがかの有名なだるま屋ウィリー事件でございます。砲弾というのは様々な事件を砲弾として語ってまいりました。池田屋事件、生麦事件、その事件の1ページ、日本史の事件の1ページに書き加えられることになるであろう、だるま屋ウィリー事件の一席でございました。どうもありがとうございました。で、6月の3日に、ああ、そうです、3日、ね、ああ、そう、加藤の乱ですね。反応がね、かんばしくないんですよ、加藤の乱って言った時の。そりゃそうでしょう、うん、当たり前ですけどね。加藤の乱を知ってる人だってなかなかいない。加藤、私は聞きたいですよ、はい、本当にサンテレビと同じ材料として政治家を扱ってますから。そうですよ、ね、いや、全くそうだよね。まあ、ロビンソンと同じぐらいな、そうなんです。好き嫌いとかじゃなくて、面白い人間を興味深く見るっていう。そうそうそう、これさえ分かってれば人類社会すごく楽しいのに。政策主義主張一体関係なく、関係なく、その人のエピソードがやっぱりそうですよね。どうも釣りをやっている雰囲気。餌になるカエルをずっと探している。
人でございましょうか。ロビンソンという男が先頭に立って探している様子でございます。ガサッガサ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 、あっ、日本一大きなハゼがいた。うなぎがそっちへ行ったぞ。作戦失敗だ。ロビンソン、この若手芸人のような男が画面から離れたかと思いますと、パー大きな音がした。カメラがすっと音の方を見ますと、なんとごらんとそこに転んでいるのでございます。なんでカメラの前で転ばへんねん。寝台列車で新潟に行く。残り一人は自由席ということと相なりました。実は僕は次男です。なんてかわいそうな男なんだ。